なんかあの家から出てきて、ポストまで来よったよね。おっそ。よいしょ。行きますか。どんなお宝があるんやろ。でもまあ、ストーリーに関係するようなお宝ってことかな、ちゃんと。じゃないと、結局また積むんですけど。これをつけたことによってどうなる？喋れるの？マジで？置いてけ、置いてけ。何を？元気が出る青いものを置いてけ。元気が出る青いもの？スタートを押して画面を出してアイテムを選択、 C ボタンで使ってみよう。なければ用はない。帰れ。元気が出る青いものって何？元気が出る青いもの？薬とかってことかな？え？そういうこと？なんか青い薬みたいなんなかった？わからぬ。元気が出る青いもの。え、多分、薬よね。そういうことよね。持ってないよ。え、何？どこでゲットすればいいの？こっちは？置いてけ、置いてけ。おいしいポリポリ。おいしいポリポリ？できれば5つ置いてけ。おいしいポリポリ5つ？何それ。おいしいポリポリ？なんだよそれ。え？わかんないんですけど。とりあえず、ここにお店はないよね。おいしいポリポリ。5つ？うん、5つも必要ってことは簡単に持ってこれるものなんかな？わからねえよ。わからねえよ。おいしいポリポリ。ポリポリ。ポリポリ？なんだよ、おいしいポリポリって。え、この辺にお店ないよね。え、ここからまさか、町まで戻らんといかんとか、そういう。めんどくせえよ。あと20時間50分です。そういうことなんかな？めっちゃめんどくせえやん。なんか向かってきよる。だって美味しいポリポリも、元気が出る青いものも持ってないもん。薬のことやろ、きっと。薬なんか私使ったことねえよ。おばばのとこに行くんか、あの、沼の。あれ、そういえばさ、なんか、この近くか？ここに来るまでの間にさ、なんか、デクナッツかなんかおったやん。あいつがさ、薬売りおらんかった？ふんなって。あいつが薬売りよったよね。で、私多分その時に、いらねえよってなったと思うんやけど。え、どこや？くっそ気づかんかった、今回は。なんも落とさんなら出てくんな。どこや？この下か？あっこやね。なんか、この下よね、多分。川の流れに。添えよー。びっくり。そっかそっか、いたね。そんな奴らもいましたね。この上あたりに、なんかおったよね。よいしょ。あ、でもさ、あれ、ルピー足りんくなかった？なんか100ルピーとか必要やった気がするんよね。あれ？ここじゃなかった？どこだよ。あれ？この辺じゃなかったっけ？気のせいか？でも多分、今さ、私、所持金、あいつや。おめえだ。隠れんなよ、おい。毎度っぴ。わし、この谷で商売してるっぴ。この先に行くのはやめるっぴ。悪魔払いにかぶり物がなければ呪われてしまうっぴ。呪われた時に効く青い薬いらないっぴか？そうなんよ、100ルピーないんやって。いる。とりあえずダメ元で。薬は中身だけ。空き瓶がなければ売れないっぴ。そういえば私さ、虫入れてなかった？虫。とりあえず逃がしとくか。よいしょ。うわ、キモーい。私一匹しか捕まえてないと思うんやけど、こんな数匹出てくる感じなん。この虫って何に使えるんやろうな。うわ、しばらくうろうろしおる感じ？キモいな。よいしょ。で、99ルピーまでしか私持てんのよね。財布を大きくしたいんだけど、だいぶ前から言えるけど、財布を大きくてどうやってするんやったっけ？なんか銀行でなんか言わんかっただったよね、確か。いっぱい預ければくれるんか？ご褒美的な。とりあえず、いるって言ってみる。ルピー足りないっぴ。ですよね。そうですよね。ここなんかない。これ何？人？あ、これあれやん。クロックタウンにおった狐のお面かぶった子。何？なんでいるのここに。不思議な少年カーフェイ、団員手帳に書き込んだ。なんか初めて名前知った。てか顔思いっきり出とるな。どうしたの？もしかしてお面外したら喋れる？緑の帽子くん。奴を見つけたよ。怖いんですけど何？ミステリーでも始まる今から。緑の帽子くん。奴はこの辺りを狩り場にしているスリで、サコンっていうらしい。あいつじゃない？なんかせっせせっせと走り寄ったやつじゃない？ゆうべ店に来たんで、後をつけてきたんだ。こんなところまでやってきたん？一人で？君の方が怖いんですけど。ただの少年ではないの？ただの少年って感じはせんけど、してなかったけど、この岩戸の向こう側に盗んだものの倉庫がある。これは左近しか開けられない。左近が現れるのを待って入るしか方法がない。待つさ。アンジュと約束したんだ。奴はきっと現れる。誰だよ、アンジュ。いつ現れるの？なんか時間があるの？ちょっとひょいっと出て行っていい？左近のアジト、セキュリティは万全です。そういえばなんか一回見たね。ねえねえ、いつ出てくるっていうか、いつ来るの？わからねえ。てかこいつさ、抜いてくれんかったらあそこを取れんくね？ハートのかけら。いつ来るんやろ？時間経過なんかな？夜になったら帰ってくるとかそういうこと？すごい怪しい。多分時間経過で来るんだろうなとは思うんだけど、今最終日なんすよね。最終日なんすよね。待って、とりあえず、でも、太翼の翼で、またイカーナ渓谷、ね、あそこの、とこまで戻ってくることができるけん、一旦さ、クロックタウンに戻って、ちょっと銀行で話を聞こうか。あそこに預けたお金ってさ、何回初日に戻ってもあったよね。ちょっと待って。太翼の歌。下、左上、下、左上。よし。ちょっと待って。下、左上、下、左上。下、左上、下、左上。ちょっと少年のことは気になるんだけども。クロックタウン。戻りまーす。でもやっと少年と話したね。そりゃ一生正体がわからんとかいうことはないと思う。カーフェイっていう名前もわかったし。なんなら顔もね、写真で見れたし。お、配達ですか？ただいま仕事中なのだ。話をするって予定が狂うのだ。あれ、なんかメモされた。配達第一ポストマン、団員手帳に書き込んだ。今まで書き込まれてなかったのか。そんなペースで配達しよるけん狂うんよ。もっと早く走れ。あれてかさ、あのカーフェイってさ、なんかポストに手紙入れよらんかった？なんかね、ひたすら無視されよったけど、なんかあの家から出てきて、ポストまで来よったよね。おっそ。あれは一体何しよったんやろ。もう何かしら、イベントの一つなんかな。誰に手紙出しよったんやろうね。昔のゲームってさ、あれよね。確実にめちゃくちゃ難しいよね。超難しいよね。いや、なんか結構ね、あれはこうですよ、みたいな。教えてくれる人とかさ。まあなんかいろいろ。ネタバレは嫌なんやけど。ネタバレは嫌なんやけど、まあヒントを言ってくれたりとかする人おるやん。でもああいうの、ヒントないと絶対初見じゃわからんくねみたいな内容結構多くない？昔のゲーム。私小さい頃からさ、ゲームとかしよるけど、銀行どこやっけ？あの細い通りやったよね。あ、こっちかな。小さい頃からゲームしよるけどさ、こっちじゃねえな。どこだ？小さい頃のしよったゲームとかって、基本的に攻略本を見ながらせんと、絶対クリアできんかったりとかさ。いや、まあそれはあれか。私が、戻ってきたな。ぐるっと回ってきただけやな。こっちか。私が、ねえ、どんくさいだけなんかもしれんけど。待って、どこだ？ねえ、銀行はどこ？永遠にたどり着けないんだが。あ、こっちや！やったー！やっと。あ、君だよ、君。アタックじゃない。てか、なんでカウンターの上に座ってるんだろうな、この人は。カウンターじゃないんか、これ。なんや、なんか妖怪な。ルピーを、とりあえず預けようか。悪いけど、ちょっとよう体見せて。体？ああ、アイラさん、確か99ルピー預けてもらってるあんちゃんや。あ、満タン溜まって、預けたんか。なるほどね。また預けてくれるんか。体見せて何があるんやっけ？なんか印つけられたんやっけ？よっしゃ！で、何本預けてくれるん？怖い怖い怖い。まあ、とりあえず、全部預けますよ。はい、48。ほんまに48ルピー預けるんか？預けます。ほんま、大きに大きに。これであんちゃんから預かったのは全部で147ルピーや。またがっぽり稼いで預けに来てや。それだけか。普通に利用に関することしか言ってくれないな。なんか財布の話しよらんかった？気のせいか？さよか？またがっぽり稼いで預けに来てや。まあ、預けに来ますけど。なんか話しよった気がしたんやけどな。いっぱい預けていきよったらまたなんか話してくれるかな。わからん。まあでも一応さ、イカーナ渓谷のところで、ギブドのお面はゲットしたけん、まああそこでのストーリー、ギブドのお面までゲットしたけん、どうかな。もし、まあ時間が、まあ確実になくなるやろうけど、神殿もまだ行ってないし。もし時間がなくなって初日に戻ったとしても、親子のところはカットできるわけかな。親子のところと、音楽家兄弟の兄か弟かあいつのところもカットできるわけかな。スッと神殿とか行ける？わからん。まあ、なんかスリーやっけの左近とかのイベントもやりたいけど、どうかな。わからん。いや、いろいろやりたいことありすぎるんやけどさ、とにかく時間がね、時間経過シビアやもんな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあでも、イカーナ渓谷に行くためにしたエポナのレースとか、あの辺はもう確実にフルカットできるわけやけん、ガロのお面があるけん。まあ、うん、戻ったとて、パンパンと今の状態まで持ってくることはできるよね。よし。のんびり構えて、なるべくカットできるところが多くなるように進めていこうか。